弦楽四重奏曲第2番 a え単調作品10はアルノルト・シェーンベルクが作曲した2番目の弦楽四重奏曲である。第3楽章と第4楽章にソプラノの読唱が含まれているが、2つの詞はシュテファン・ゲオルゲによる。1907年3月9日から1908年7月11日にかけて作曲され。 後期ロマン派の作風による作品を生み出した第一期から、無調というジャンルに挑戦した第二期への過渡的な作品である。前作第1番における全曲のモティーフ的統一は、第2番でも見られ、第3楽章では、第1楽章のモティーフが所々用いられている。また、全4楽章という古典的な楽式を維持しているものの、室内楽と歌曲を融合させた新たな試みであった。 初演は1908年12月21日に、露税弦楽四重相談とマリー・グート賞のソプラノによって行われている。楽譜は1910年に出版され、後にシェーンベルク夫人に捧げられた。全4楽章からなるが、第3楽章と第4楽章は、ソプラノ独唱が加わるという得意な形式である。演奏時間は約28分。 シェーンベルクは1929年に弦楽が奏版として編曲している。また1912年にアルバンベルクが第三楽章と第四楽章をピアノ版奏版に編曲している。高骨とも表記される。ありがとうございます。